ゾニックさんのハリアーという自転車です。前のところにキャリアがついてますね。はい、あと後ろにもつくんですね。あ、なるほど。はい、ブリヂストンさんの TB1E になります。バッテリーを自動で充電してくれる再生充電という機能がついております。なるほど。はい、フレームチャンネルへようこそ。自転車技師声優の岡田正孝です。そして本日もこちらですね、サイクルトリップベース秋葉原さんに遊びに来ております。こちらが店長の椿さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はですね、サイクルトリップベース秋葉原さんで借りられる電動アシスト自転車、街乗りや仕事の相棒、フードデリバリーなんかにぴったりなアシスト自転車3メーカーを紹介してもらおうと思います。よろしくお願いします。まずですね、はい、1つ目がパナソニックさんの自転車です。お、パナソニックさん。はい、2つ目がヤマハさんの自転車です。お、こちらも有名なメーカーですね。はい、はい、そして3つ目が、ブリヂストンさんの自転車になります。あ、ブリヂストンですね。はい、みんな知ってるメーカーだもんね。そうですね。あ、はい、そうですね。じゃあそれぞれおすすめの車種を紹介してもらおうと思います。早速なんですけど、こちら1台目ですね。はい、パナソニックさんのハリアーという自転車です。お、パナソニックさん、見た目はかなりごつい感じというか。そうですね、かっこいい感じですね。はい、どういう特徴があるんですか？ちょっとですね、まずタイヤが太めですね。26インチの 1.9 というサイズになります。なんか街乗りのマウンテンバイクぐらいの太さありますよね。そうですね、結構太いな、はい、エアクッションが効きますので、うんうん、衝撃かなり吸収してくれます。それであのフロントフォークもサスペンションついてますので、こちらもあの衝撃吸収してくれて、乗り心地がですね、ふわんふわんした感じになりますね。お、はい、その他何か特徴ありますか？はい、ギアがですね、7段変速の外装ギアがついてます。アルタスというディレイラーがついてるんですけども、はい、街乗りには7段あれば快適に走れるギア数かと思いますね。これバッテリーはどのくらいのものになるんですか？12アンペアのバッテリーが搭載されてます。走行距離はどうでしょう？エコモードで73キロ走行できます。しっかり走りますね。はい、重さとかってどうなんですか？自転車の重さの方が 23.4 キロとなります。思ったより軽いですね。そうですね、パナソニックって結構重たいイメージがあったんですよ、僕。23キロ意外でしたね。軽いですね。そうですね、はい、あとはブレーキですね。こちら前後に V ブレーキが搭載されてます。メンテナンス性が高くて街の自転車屋さんでも直しやすいので、そういったところもユーザーフレンドリーと言えますね。そうですね、はい、前のところにキャリアがついてますね。はい、あと後ろにもつくんですね。あ、なるほど。はい、レンタルの際にはさらにあのフェンダー泥除けをつけた状態でお貸し出しいたします。あ、なるほどですね。はい、気になるのはお値段なんですけれども、新車価格がですね、14万5千円になります。おお、なるほど、約15万円。電動自転車って買うとなるとなかなかいいお値段ですよね。そうですね。これレンタルもでもできるんですよね？はい、もちろんです。1日6千円でお貸し出ししております。長期の場合は？はい、長期になりますと1週間で1万6千円。はい、1週間以上1ヶ月未満の場合、1万8千円でお貸し出ししております。あ、なるほどですね。はい、じゃあ仕事としてそのフードデリバリー、ウーバーイーツがやりたいなっていう方はかなりコストパフォーマンスいいですよね。はい、ということでこちらがパナソニックのハリアーでした。さあ椿さん、続いてはこちらの自転車ですが、はい、これはどういった自転車ですか？はい、ヤマハさんのブレイスという自転車になります。おお、こちらもなんかこうスポーティーというかかっこいい感じの感じ、ね、そうですね。はい、こちらがですね、まずタイヤが26インチの 1.5 というサイズのタイヤになっております。なるほど、さっきより若干細めになりましたね。はいはい、ワンサイズ細いぐらいですかね。でこちらもサスペンションがついてる、ね、そうですね。はい、まあサスペンションね、街乗りだと結構ありがたいですよね。段差とかありますからね。そうですね。それとですね、こちらブレーキがですね、フロントがディスクブレーキというブレーキが搭載してます。フロントディスクの後ろがですね、 V ブレーキが搭載されております。すごくいいブレーキが積まれてますね。はい、そしてバッテリーがですね、 15.4 アンペアの大型のバッテリーが搭載されております。 15.4 結構でかいですね。はい、走行距離もやっぱり長いんですか？エコモードで91キロ、走行可能です。おー、100キロに届かんとする、はい、あ、すごいですね。あとはギアですね。そうです。変速はどんな風になってるんですか？はい、8段変速ギアの内装ギアが搭載されております。8段ギアで内装ってなかなか珍しいですよね。はい、珍しいですね。はい、これね、結構お高いイメージあるんですよね、その内装変速って。そうですね、はい、まずあの一つ気になるのが重量ですね。どのくらい重くなるのかなっていうのが、はい、こちら23キロになります。23キロ。はい、パナソニックさんのとあまり変わらないですね。そうですね、若干軽いぐらいで、はい、なるほど。まあこんだけね、いいパーツ積んでたりとか、この内装変速だったりとか、バッテリーの容量上がったりとかなってくると、ちょっとお値段気になっちゃうんですよね。そうですね。はい、おいくらなんでしょうか？179,300円になります。おー、さすがにちょっとお値段上がってきましたね。はい、はい、レンタルの方は1日6000円となります。パナソニックさんと値段は変わらないと。同じです。あ、なるほど。はい、1週間レンタルになりますと16,000円、1ヶ月になりますと18,000円で、パナソニックさんと同じ価格帯にしております。なるほど、はい、若干お得感がありますけれども、いろいろ乗り比べてみるのもいいかもしれないですね。はい、ヤマハのブレイスでした。
さつまきさん、いよいよ3台目ですけど、はい、こちらはどんな自転車になりますでしょうか。はい、こちらがですね、ブリヂストンさんの TB1E になります。はい、こちら以前僕とゆかりさんも乗りましたね。さっきの2台と比べるとどこが違うなっていうのはありますか。はい、圧倒的な違い、まずですね、こちらバッテリーを自動で充電してくれる回生充電という機能がついております。なるほど、はい、カタログとかに書いてある走りながら充電ってやつ。そうですね。どういう仕組みなんですかね。フロントのホイール内にモーターが入ってまして、うんうん、自転車が惰性で走る時ですね、ブレーキをかけている時とかペダルを止めている時、ここモーターが発電機の役割をしまして、バッテリーに充電されてたまるという仕組みになっております。え、はい、じゃあもうもし下り坂だけの道だったら一生減らないですね。そうですね、はい、2022年モデルから1回の充電で最大200キロ走れるということです。200でもうね、はい、桁が違うし、ね、はい、充電回数できるだけ減らして心配なくフードデリバリーとか使いたいとか、はい、通勤の途中で切れたくないなって方だったらもうかなり有利なところですよね。はい、その他ですね、ブレーキの方は、はい、フロントの方が V ブレーキ、後ろがローラーブレーキというブレーキが搭載されております。ほぼメンテナンスフリーのブレーキになりまして、まず交換することがないんですね。うん、たまにお隣とかはするんですけども、ちょっとグリス入れるだけで治りますので。なるほどですね。ノーメンテナンスで使用できます。スポーツサイクルでなく一般自転車についてるようなブレーキですよね。そうですね、はい、変速はどうでしょうか。変速はですね、外装の7段変速ギアになります。こちらもですね、後ろにシマノのディレイラーがついてますね。はい、これチェーンが白くなってるのは何か理由があるんですか。はい、チェーンにコーティングがされまして、より錆びにくいチェーンとなります。あ、なるほどですね、はい、錆びにくいチェーンに関しましてはヤマハもそうでしたね、確か。そうですね、はい、あとまずタイヤのサイズがですね、他の2種と比べましてかなり細めのタイヤ入ってます。本当ですね、なんか、はい、普通のママチャリと一緒。そうですね、27インチの1と8分の3のサイズのタイヤが入っております。本当に普通の一般自転車の27インチと全く同じサイズ感ですね。そうですね、はい、出先でパンクしたよとかっていう時も、街、ね、はい、の自転車屋さんとかでも全然直せるようなものになるわけですね。はい、自転車としては重さが気になってくるんですよね。はい、こちら 22.5 キロになります。 22.5 キロ、はい、他のやつよりちょっと軽い。そうですね、はい、気になるのはやっぱりお値段なんですよね。はい、もうおいくらなんですか。新車価格が17万4000円になります。あ、17万4000円、はい、ヤマハとあんまり変わらない感じですね。そうですね、こちらもレンタルも同じ金額で1日6000円になります。あ、なるほど、はい、1週間になりますと16000円、1ヶ月で18000円でご提供させていただいております。これはどれを借りようか悩みますね。はい、さあ、というわけでこちらの自転車がブリヂストンの TB1E でした。さあ、というわけで今回はですね、こちらのパナソニックさん、ヤマハさん、そしてブリヂストンさんと1台ずつですね、おすすめ自転車紹介してもらったんですけれども、一言ずつじゃあちょっとまとめをお願いしてもよろしいでしょうか。はい、ブリヂストン TB1E は、まあ、圧倒的な走行距離ですね、はいはい、なんと最大で200キロ走行可能です。すごい。こちらブレースの方はですね、ブレーキの方がディスクブレーキ搭載しております。ギアの方も内装8段変速となっておりますので、高価なパーツが装備されておりまして、快適な乗り心地となっております。なるほどです。はい、パナソニックさんのハリアーの方はタイヤがですね、他の車種に比べて太めのタイヤが入っております。でまたサスペンションも入ってますので、衝撃も吸収してくれまして、まず快適な乗り心地となっております。パッと見るとあれ似たようなもんじゃんって思いがちなんですけど、改めて話聞くとやっぱりそれぞれ個性があるんだなって思いましたね。はい、皆さんもね、いろんな自転車試してみていただければと思います。椿さんから何かお伝えしたいことはありますか。はい、今回はですね、特別この3車種につきましては無料で泥除けと後ろのリアキャリアをセットでお貸し出ししております。おお、なるほど、はい、これはちょっとフードデリバリーの方とか嬉しいですね。そうですね、はい、はい、さあ、というわけで今回はですね、はい、フードデリバリーや通勤通学なんかにおすすめな、電動自転車3車種を紹介させていただきました。この動画を見てですね、電動アシスト自転車すごいなって思った方はグッドボタン、サイクルトリップベースでちょっと借りてみたいなって思った方もグッドボタン、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。おすすめ動画はこちら。チャンネル登録はこちら。そこちゃん、顔隠すな。次回の動画もお楽しみに。